皆様ご着席お願いいたします。よろしいでしょうか。では、後半を始めさせていただきたいと思います。後半の開始にあたりまして、皆様に、ちょっとですね、プログラムの変更に関しまして、お願いがございます。現在、ちょっとですね、時間が当初の時間をかなり大幅に押してしまいまして、3時35分ということで、当初、予定をしておりました、双葉から遠くなると映画上映をしてしまいますと、5時に回ってしまうと。ここから井戸川前町長のお話をお伺いした後での映画上映ということになりますと、非常に時間が押してしまうということで、主催者の石田さんともお話をさせていただきまして、双葉から東海ライブのプロデューサー橋本様とも、お話し対応をさせていただいた上でですね、皆様の質疑応答の時間という形で、お時間を取っていただいてはいかがでしょうかということをお話しいただきましたので、もし、そういったところでよろしければですね、このようにプログラム変更させていただきます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。では、石田さん、そのような形で石田さん、ありがとうございます。ただ船橋敦史監督の方ですね、4時半以降にお見えになるということなので、そちらのお話の方は引き続き、いただくということで、映画上映に関しましてはまた今後ですね、上映会の方を各種行っております。今現在もですね、26日まで横浜の方で、上映をやっております。で、私は先日ながら20日の初上映の時に、船橋敦史監督と、先日NHK を退社された堀潤さんのですね、お呼びして、そういったトークイベントをですね、私の方も主催をさせていただきました。ぜひ横浜の方にもですね、足をお運びいただいて、映画の方をご覧になっていただければと思います。私の仕切りも不手際ございまして申し訳ございませんけれども、よろしくお願いいたします。それでは、続きましてですね、後半のプログラムということで、前双葉町長の井戸川勝隆様からお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今回の事故でですね、どうもこうモヤモヤとしてですね、皆さんこう胸がスカッとするような思いを一度だけでもされたでしょうか。もう そんな中で逃げまといながら、今被災高校の状況も詳しく報告がありました。当事者としてですね、非常に残念な思いをしながらおりました。私は加害者という位置づけなんでしょうか。議会から3度ほど不信任をかけられまして、3度目の正直で可決をされました。被害者であるつもりでいたんですが、責任者にいつの間にかされていました、されたんでしょうか。ちょっと不思議な存在でおります。現在ますます先が見えないような濃霧の中にあえいでおります。それは何だかというと、日本ってどこ行ったんだろう、そもそもなかったのか、国家っていうのなかったのかということが、今度の事故で皆さんも強く感じられてるんではないでしょうか。日本国憲法ってまだまだ我々にも浸透していません。そしてその憲法を守るべき国会がなぜか守ってないと私は思っています。守られてないと思っております。順法精神、コンプライアンス、これはやはり代弁者である、あるいは代表者であるものは、ずっとですね、その任にあるときは夜も昼も関係なく、その縛りの中にあって仕事をして、仕事の成功報酬として町長給料、あるいは議員報酬を
納税者からもらいただいているものと思っております。しかし先ほど除染の現場の話を皆さん直接聞いてどう思われたでしょうか。法がないから守らないという、法を作らない、放置している、法を準備しない不作為、これには問題ないんでしょうか。ないからとか、あっても守らないとか、本来あるべき姿であるその資格っていうのを、あるべきプロセスを経ずにただ渡していると、末端の方々が被爆している多分に、被爆の管理、厳密な管理はされてないんじゃないでしょうか。占領系なしで仕事をしている、占領系なしで仕事をしているということです。これを許している国は私は国家ではないと思います。したがって私は国家不在の今日本に逃げ惑っていると思っております。被災高校の避難所の扱いについては、菅総理が来た時からいつまでここに置くつもりでしょうかと私は聞いております。誰も好きでいるわけでないんだと、行くところがないからいるしかないんだ、本来事故を起こした責任者が仮の住まいを用意して、そして当分の間ここで暮らしてくださいと、どうでしょうかということで東京電力の我々のところに来るべきなんですが、いつの間にかそれを日本政府を東京電力が下請けに使ってます。現在なぜなら放射能の片付け、なぜ被害者がやらされるんでしょうか。私は非常に不満です。そして日本の国家というのはないなというのは、そういうところからも感じています。菅総理には何とか早くしてほしいと、好きでいるんじゃないと。その後いろんな大臣来ました。私はその度にこの学校の住まわせ方っていうのは非常に劣悪で、私は忍びないと言い続けて今日まで至っているんです。私があの学校を守ったということではありません。こんな恥さらしなことを日本政府いつまでさせておくんだと、諸外国にもう相当 あの外国のメディアがあの学校を取っていっています。見られるだけで恥ずかしいんじゃないかと、ちゃんとやってほしいと、私だったらやると、私責任感強い男ですから、あのいろんなことで身を切りながら町長職をやってきました。財政再建の時もそうです。運転手を使わずに自分で福島往復なんぼ疲れていてもやりながら町長職を務めていきました。いろんな資料を私自分で作って、職員に作らせたことはほとんどありません。自分の資料というのは自分で作ってきました。学校にいた時は学校に寝て、昨年9月10日までですけども、あの校長室に寝てですね、一緒の生活をしてきました。そういう中でも議会からは町民との対話がないとか、あるいは会議を欠席したということで不信任が可決されました。じゃあ辞任要求来ましたときに、二くだり二行半の文言でした。これじゃあ覚悟は決められないと、証拠を出してくれと全議員に証拠の提示を求めました。辞めるための覚悟を決めるための証拠を出してくれと。しかしそれは議長からありませんと言われました。証拠のない中で不信任決議をされています。議会に断って町長が発言しろというあの不信任案の文言にありましたが、それは地方自治法執行者の権限と議会の権限の履き違いです。地方自治法をわきまえていれば
決してそんなこと言えないのが普通でありますが、七人格別の中の文言はそういう下りが入っていました。まあ、これはちょっと今後に問題を残すものですから整理をしたいなと、そんなに考えております。まあ、ちょっとは外れた話もしておりますけども、責任ということを私は常に重く感じて、重く職責ということをたがわないようにやってきたつもりであります。もちろん職責の中には事故は起こさないよと、起こさないでくれと、起こさないんでしょうねということを事故前に東京電力と原子力安全保安にはしっかり確認をしております。町長の応接室でそれなりの文科省の、あ、文科省じゃなくて保安から言っている文科省の職員ですけどね、参事官が来られた時にもしっかりとこの話はしてきております。したがって起こさないという約束を当然彼らは話しました。そういう中で起こされた事故ですので、誰よりも私は東京電力に対して、あるいは原子力安全保安に対しては結果を出せと、責任を取れと言い続けてきました。私たちがあの避難所あるいは仮設に入って進むことじゃなくて、あなた方が責任を取って牢屋に行くべきだと、そんなふうに思っております。今もそうです。ところがこの事故処理について有田先生にも十分私の話を聞いて戻っていただきたいんですが、政府の事故対策本部、災害対策本部の主要を占めるのはかつての安全保安院とかエネ庁とか、そちらから言っているんです。その職員たちが私たちに無理な区域の見直し、賠償問題、それから除染の仕方も案のうちに、私はエネ庁の担当者、まあ、名前を知ってますか、今日は言いませんけども、にこの除染の方法、原案の時ですよ、ありえないと。我々は放射能に近いところでもういましたので、もう言うに及ばず、除染っていうのはこういう閉鎖空間を言うんです。自然界を除染って言ったことは今までないはずです。したがって除染という言葉は金輪際使わないでくれという、しっかりと彼には言いました。自然界は除去以外に解決する方法ないんだと、払って流してその後どうするんだと、永遠に土木工事を公共事業としてやるつもりかという、そこまで喋ってます。それはナンセンスだと、それを一体誰に負担させるんだと、そう言ったらば彼は東京電力ですと言いました。まあそうでしょう、総原価方式の東京電力、東京電力はこれに今度かけるわけですから、したがって東京電力が起こしたこの事故、不始末、経営者の経営感覚のない経営者が引き起こしたこの事故、この責任を負わされているのは国民なんです。除染の作業、除染の法律の中に第6条国民の責務というものが入っていることを皆さんご存知でしょうか。除染の 法律の中に国民の責務って入っています。国民ですから全国民です。日本国民であれば全部責務が入っています。努めなければならないという義務です。これが入れられているんです。どうぞお調べください。今日はメッセージもこちらに綴りにはありますけども、そのような不合理をしているのがこの政府対策本部、あるいはエネ庁、あるいは規制庁、安全保安院、いろんなところでしょう、環境省も含めて。しかし彼らは全くの素人では今の原発の事故収束作業、あるいは除染にしても何にしてもわからないでしょう。わからない公務員がその席に着くと、どうしてもやはり今までの経験を生かした方たちが現在のポジションに入ってしまうと。その結果、私は先ほど配りましたこのこれを譲らないと言っていました、おります。細野環境大臣の目の前でこれを提示して、双葉町はこれでいきます、チェルノブイリの方でいきますと申し上げます。環境大臣、彼は何て言ってました。
いや町長、これは私もよく勉強して知ってるんですという答えでいました。よく知ってる。その後一巡するまで再質問できなかったから、一巡した後にこう言いました。だったら我々を5年間また同じく苦しめて苦しめて放射能の海で苦しめて、それからなのかいという話したらば、彼は答えませんでした。答えない、私に聞かれて答えない環境大臣だったんですね。だけども今私がなぜこれをあの段階で、早い段階で国側に釘を刺したかというと、我々は悲しいかな、蚊帳の外です。災害対策本部で県は県で協議して我々に勝手に作ったプランを押し付けます。国は国でプランを作って押し付けます。早期期間定住プランというのが25年3月7日に福島復興再生総括本部で作っております。この目的はよく皆さんには渡してませんけど、目的よく見るようにしているんですが、早期プランですからね。人々が福島に住み続けられる環境の整備を図るため、地元や東京電力任せにせずという、地元ですよ、地元に任せずに国が前面に立って対応する、こういうふうな目的なプランですね。で、早期に帰りたい住民がいるって言って、この早期、定住プランにありますけども、これは復興庁で3月28日に発表した定住プランですが、その定住プランの前にアンケートを取っています。双葉町も当然入っています。そのこのアンケートのデータの中には、早く帰りたいという人はどの町も少ないんです。一番多いのは、現時点でまだ判断がつかないというのは、各町村とも一番多いんですね。まあ、条件が整えばというところもありますが、圧倒的に帰らないと決めているという方も結構いてですね、割合からすると過半数は多数決取れば早期帰還を望んでいる我々はいないんです。しかしこれ、早期帰還を地元や東京電力任せにせずということがこういうふうに謳われたときに、日本の国家ってないと思います。だから先ほどから私言っているように、日本の国家というのは国民のために、憲法全文にありますよね、国民のために、日本国民は恒久の平和をお願いし、人間相互の関係を支配する崇高な理想に深く自覚するものであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と共存を保持しようと決意した。安全と共存ですね。一体に戻りますけど、20ミリシーベルトで住めると言ったのは我々と共有した場ではありません。全く我々を隔離した状態の中で勝手に決めたこの基準です。ここで皆さんには、私たちと同じ立場の人は少ないようですから、お断りしますけども、今度の事故は日本で起きて、福島で起きて、双葉地方で起きた、双葉地方で起きたばっかりではないですね。世界の、あるいは人類上の、地球上の問題だと私は考えております。特にヨーロッパの方は厳しい基準を設けております。0.3 ミリシーベルトが一般公衆の限度だという国もありますね。食品にしては、8ベクレルが上限だよと、大人の4ベクレルが子供の上限だという厳しすぎるんではないと思いますけれども、当たり前だと私は思っております。
それをですね、頭ごなしに事故を起こした連中が頭ごなしに20ミリシーベルトで帰れと、これは何か大きな裏があるのかなという勘ぐりも実はないわけではございませんが、今日の場では申し上げません。しかし事故を起こされた我々に主権がないという、これは非常に現実でありますので、共有をしていただければ、今日私が来てお話をさせていただく一番大切な言葉として受け止めていただきたいと思います。あとどこかでこの次事故が起きたときは、これが前例になります。前例になってしまうことを共有してください。賠償も今やれやれやれってね、住民を煽って、誰かが煽らせて、住民は私どもを首長を苦し、まあ、悩ませさせました。早く決めろ早く決めろ。さあ決まった後に皆さんは現実に、私は反対だったんです。早い決め方は危険だということで、ところが双葉町は何にも進んでないっていう大合唱で叱られました。そうじゃなかったんです。慎重にしていろんな事例を勉強して出すべきものということで、一方的な国からの基準に乗っかることを拒んでおりました。しかし私も住民の代表ですから独裁者ではありませんので、寄り切られましたけども、500万ぐらいで一軒のうちが、国の NHO の担当者は買えるなと、中古物件ぐらいは買えるなという話誰かにしたそうです。今そのような扱いをされて、さらに被爆の問題放置されております。まあ、松木さんが今言われましたように、 1.59 ミリシーベルト、今回の事故で一番高い放射線の、まあ、降った地域として双葉町が挙げられたんですが、なぜか双葉町は外されております。浪江と飯舘が入ってますけども、これを何度も県の方に私言いました。なぜ双葉町を外したんだと、私はその直接被爆をしたんだと、それから放射性物質を、私ばっかりじゃなくて300人、まあ、以上でしょうね、あの場にいて空から降ってくるのをかぶったわけです。あれが双葉町は外されたまま、いまだに重点地域としてでなく、健康調査も浪江、飯舘を中心に福島県はやっているようであります。本当に国もダメなら県もダメだなと、このように強く私は今感じております。福島県内から出たいという、出せばいいんじゃないですか。誰が事故を起こしたんですか。なぜそれを出さないようにやるんでしょうか。それをやれるのは憲法上いないはずですけども、福島県民は今県内に戻されようと我々はしております。戻った挙句に仕事がないから、左右を 見渡したらば職場もない仕事もない、黙ってもいられないから女性の仕事を就こうかという悪夢を、事故の起きた年の8月16日に私は文書にして県政記者クラブに投げました。そういう立場に追い込まれるなと。だってそうなんですよ、今まだ占領権も何もない環境でやらされてるんですね。そしていい加減なことでやらされてることがもっともっと周知されるとですね、全国の方が勉強されて、いや女性って危険だと、
いうことで、だん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 除染作業に全国から行く方がいなくなると思います。そうすると残念ながら歯食いしばって帰らされて、そして自分のところは自分でやろうっていうバカな文化が、誰かがそんなことをね合唱してその中に組み込まれていって、除染し終えないうちに寿命が来てしまうんです。どうでしょうか。あの電気は私たちは一回も使ったことないんですよ。東京電力の電気って関東圏で使ってるんですよ。東京電力管内で使う電気のために私たちは安全だという神話の中にバカな文化の中で強制させられて、放射のまみれになってずっと喜んできたんですね。それを私は町長になった時から心配していました。したがって事故を起こせないということは散々言ってきました。7、8号機の増設について私は積極的だったんです。それはなぜかというと、原発を増やすんじゃなくて古い原発を潰していくための必要なことだと。そしてそこの建設途上で運転要員の技術の向上を図るべきだと。そういうことも合わせて古い原発をリニューアルするためにはぜひ作るべきだという推進でしたけども、今は自分の犯した原発事故を自分で片付けることなく国民に広く負担させて平然としている電気電力業界が再稼働とかなんとかっていうのはもってのほかですね。その前に我々をなんとかしろって言いたいですね。なんとかできてちゃんとやれたらその姿を見て国民に見てもらって、そして再稼働を認めてもらえと。この国民の権利を決定づけるのは先生お二人言いますけど国会議員の方でもないと思うんですよ。我々は主権者であるんですから。総理大臣でもないだろうし、町長でもないだろうし、町会議員でもありません。したがってあの高校の閉鎖について新町長はどうやって決めるんでしょうか。私は決められなかったんです。決めるのはあのところに住んでいる住民の皆さんが主体的に決めていいですよと言うまでは決められないんです。であの方たちがいいですよということはですね、絶対条件として別なところを準備して初めて納得してくれるんです。準備もせずに閉鎖するなんて言ったら悲劇が起きますよ。私がなぜ就任中に叱られ役を積極的にやってきたんです。意図的にやってきたんです。やってきたんです。なぜやってきたというと、住民同士が避難している住民同士が戦いを起こしちゃうととんでもないことになっちゃうんで、なあ悪いのは全部町長なんだ、俺なんだからな、俺のこと文句言ってるよって言い続けてきたんです。それはなぜかというと、これをさせないためだったんです。最近なんかどっかであったようですけど、これにはこの劣悪な避難をさせている一番悪いのは国が介入したことです。東京電力に自殺どんどん増えてます。だからニュースにもなってます。はい、そのこういうまだ我々は救助のされ方が中途半端なんです。救助の途上なんです。本来であれば自己責任者が我々の住まいを点検して、あるいは一切を代行して、それを住民に任せて、そして役場職員に任せて、我々に任せてきたのが今までの2年何ヶ月ですよ。今もそうですね。現実的に、そしてまた常識的に皆さん考えてください。この事故は誰が起こしたんでしょうか。私たちは望みません。起こさない起こさないと言ってきたものが、私たちは賠償と現場だけですって東京電力が言うんです。現場を納めることと賠償だけです、あとは国ですって言うんですよ。こんなこと許す国っては国じゃないですよ。ふざけんなと。で時々私いろんなこと言うのは、時代が時代だなと。あの今の水戸黄門じゃなくて昔の水戸黄門がいればよかったなと。悪大官と搾取されたあの住民とがお知らせに並ばされて、そして公明正大に
いろいろ事実をは掌握した水戸黄門がお裁きを下す。そうじゃないんです、今は。国と東京電力がちゃんと座って、畳の上に座って、我々をお裁きしているんです。それは何だかというと、この早期帰れるって、帰れるわけないじゃないですか。よそでは笑ってますよ。バズビー博士の記事、東京新聞の11年7月20日の東京新聞には、バズビー博士は年 0.1 ミリシーベルトが避難の目安でないかっていう外国の方がせっかく喋ってくれてるんですよ。これを日本の国会が知ってんのか知らないのかわからないけども、給料はもらってるんでしょうね、ちゃんと。先生、みんなふさいでください。こういうようなことを作らせておくことについて監視されてんでしょうか。我々がこういう住まわせ方されてんのによく分かってんでしょうか。5、600万の賠償の建物の賠償でうちなんか買えるんでしょうか。そしてまた、よそでの国では 0.1 ミリとか1ミリ以下とかそういう表現になってますけど、20ミリシーベルトを採用してるのは、これは福島県内に今住民を住まわせているその責任者がいるからこれを守らざるを得ないんです。それは県民の代表者であります。国も一緒です。東京電力もこれでね、チェルノブイリ基準になったら途方もない賠償問題が出てきますから、安くあげたいんです。この事故は我々は安く売られてしまいました。東京電力、本当に悲しい国内難民になってしまったんです。どうぞ本当のことをね、もっと皆さんに分かっていただいて、そして原子力発電所で今後事故を起こしてもいいんだったらば、それでもいいって言って再稼働するんだったら、その電力会社はその地域の住民のために10兆円ぐらい供託してね、それから始まるべきですよ。今運転しないと潰れっからっていうところが、運転したんでは本末転倒も甚だしいし、この事故から日本国民として、そしてまたこの時代を生きる我々のこの同世代として、将来の子どもたちに何を残すんでしょうか。被爆をさせ続けている福島の子どもたちを将来の健康な国民として、国を支える国民としてしっかりと育てているでしょうか。本当に問題はいっぱいあります。まだまだあります。まあ、時間も来ましたので、このぐらいで終わらせていただきますけれども、大人としての、そして国家としてのイベント、国家としての国際社会からの品格と、それを守る国会の皆さんにも人の心を分かっていただきたい。そして二度とこのような悲劇を起こさないこと、それよりもまず何よりも事故を起こされた我々が避難途上であるということ。避難途上で今松木さんが言われたように、私は非常に町民のこれ防止のために神経を使ってきました。怒られ役をやって、もうとにかく調子悪いんだっていうことを私自身が言って歩きました。残念ながら1名の方が任期中に他界されました。心の国です。これから新町長はどうそういう方と向き合うんでしょうか、よく分かりませんが、彼も私を辞めろって言った中心人物ですから、相当いい政策を持ってるでしょう。福島県内は非常に20ミリシーベルトにしないと危険なとこなんですね。これにしないと福島県内危険なんです。管理区域だらけになっちゃうんです、県内のマップには。これはもう私はジュネーブで
世界中に流しております。管理区域なんです。従来の本来の事故前の管理区域を言うと、本当に会津若松もそうですし、いわきもそうですし、中通り当然ですね。これは福島県内の自然からの贈り物、取ってはいけません、食べてはいけませんというものをマップに下ろしました。会津の奥の方の河川、川の魚も取って食べれません。したがって自然からの贈り物は福島県のものは食べてない。これどこから来たデータですか？データだと思いますか？福島県から送られてくる農林、農水部ですね、農林部の方から送られてくるデータをマップに下ろしただけなんですよ。捏造したわけではありません。自然からの贈り物はダメだったらば、福島県民は大丈夫なんでしょうか？私は疑わしいと思っています。今県内にいる子どもたちは心を痛めております。特に中通りの子どもたちは心療内科にかかるために心療内科が満員だそうです。これは避難させられない避難区域でない方たちの子どもたちです。土を見ると怖がるそうです。そんな環境にですね、屋内体育館を作ったから政府では子ども対策はこれでいいというような議会答弁、私聞きました。なんという大人だと。子どもにも虫けらにも劣るようなね、議会の答弁聞いたときに虫けらにも劣りますよね。だって発達障害が起きてるんですよ。どんな起き方してるかっていうと、体は育つんですけど筋肉がバランス悪いんですね。だから運動神経が非常に悪くなってるし、チェルノブイリで起きている骨の異常とか、まあいろんな筋肉の異常とかいろんな事象も今ありますけども、ウクライナであれに近い状態にだんだんとなってきてるようですね。国にはやはり公平公正な判断で事故処理にあたる組織を作ってもらいたいと。それと我々の避難生活は仮設であっても引きこもりになって鬱になってきております。高齢化がどんどん進んでてものすごく早くなっております。2ヶ月も会わないとかなり県内の仮設に住んでいる方たちは高齢化が進んでおります。放射能の影響で高齢化が進むということもありますし、ブラブラ病というのもあります。もうほとんどやる気のない町民が日を追って増えてきております。これでいいんでしょうか？こういうことを放置していいんでしょうか？私はダメだと断言してお話を終わります。どうもありがとうございました。井上前町長、ありがとうございました。では、今ですね、時間が、先ほど申し上げましたように、5時までの間ですね、皆さんと質疑応答とのお時間にしたいと思います。この後映画のですね、双葉から遠く離れて、撮られました船橋敦監督も4時半ぐらいに、お見えになるということなので、お見えになった後で、お話をお伺いできればと思います。あと、こちらの映画の配給をされておりますドキュメンタリージャパンの橋本よしこ様にも、プロデューサー様にもですね、その後で4時半以降にお話をお伺いできればと思っております。では、質疑応答ということで、もし何か、今までのパネラーの方にですね、ご質問等々ある方はですね、こちらの方で受け付けますので、挙手いただければと思います。何かございますでしょうか？大丈夫でしょうか？はい、よろしいですか？じゃあマイクの方を。
もありがとうございました。山下と申します。国会議員の方にお伺いしたいんですが、新聞等で国会議員さんたち のこういう問題に対する取り組みですね、党派を超えた取り組み、井戸川町長のお話は本当に心の痛むもので、国民として日本国が恥ずかしいと思っておりますが、国会議員さんたちが党派を超えてこういう問題に対処しようという動きとか、そうでなくてもですね、それぞれの党で頑張っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、そういうのが私たちも、大手メディア、最後若い方たちはネットでいろいろ見られていると思いますが、一般的にはやっぱり大手メディア、それからだらしのない NHK、 そういう民放はもっと言うにこと書いておりますが、そういうもので知る限りですね、あまり積極的な国会議員さんたちの動きは見えてこないので、その辺の一端を教えていただければと思いますが。国会の中ではですね、各先生、いろいろと今日いらっしゃらないですが、川田先生とかうちの谷岡邦子はですね、子ども被害者支援法といってですね、子どもという名前を絶対に入れろということで、これは民主党が与党の時に決めたりですね、各委員会および、25日も、私今委員会って言いましたが、25日の、私の質問時間がですね、11時22分から11時37分、たった15分間なんですけども、質問の機会があったりですね、福島の再生にあたりですね、国も一生懸命やってるとは思います。ただ、先ほども言った通り、見せかけの部分が非常に多いというところです。要するに実施して何か、この子ども被害者支援法もですね、私たちは一生懸命通しました。しかしながら、本年度の予算がついてないんですよ。予算をつけようとしなく、予算がつけなければ法律はどうやって成功するんですか。要するに法案だけは通させました。しかし予算はついてません。私たちはそういうところをですね、一生懸命国会議員が集まってやっていますし、私どもはその本当に先ほど井戸川町長がおっしゃった通り、党派を超え今できることを国会議員としてどう未来の子どもたちにですね、負の遺産を残さないためにどうするかという一方、どうしてもセメントに頼る、これは言葉が正しいかどうか分かりませんけども、人からコンクリートへという部分から、また人よりコンクリートというところでですね、宮城県の防波堤もですね、163キロというですね、長い防潮堤を作る予算が今3400億ほど施行されます。やはり先ほども言った通り、地震とか自然災害はやっぱり人として戦えない部分があると思います。今1兆円もかけてですね、防潮堤を163キロ作ったとしても、コンクリートはたった50年じゃないですか。その50年のコンクリートの壁のために、今お金を使うよりもですね、今この現実にお金を使うためにはどうすればいいのか、人にお金を使う、福島にお金を使うということをですね、私たちは一生懸命やりたいと国会議員で集まってやってる部分があります。それとですね、先ほど言いました通り、放送にですね、やっぱりマスコミが正しく放送しないという部分も、私たち国会議員が集まって、超党派のですね、議連を作ってやったりしています。活動は一生懸命してるんですが、皆さんのところにお届けするですね、一つ一つの課題をですね、クリアできているとは思っていません。そのために、私はあと、7月までの任期かもしれませんけども、有田さんとかですね、多くの議員に声をかけ、この活動をですね、続けたいと思っています。ただその国会議員全員がそうかというと違いますので、それだけは分かっていただきたいと思っています。福島の復旧はですね、使命です。前大臣が復興大臣ですと言ってるような与党にはそのような人はいないと思っています。ちょっと付け足していただきます。
お尋ねになったのは、これだけ大変な国民的課題であるにもかかわらず、国会議員が党派を超えて、なぜ一緒に動けないのかというご質問だというふうに思います。見えてこない。見えてこないということは、つまりは、与党議員は全然やってないとか。要するにですね、これ国会議員の立場で言うのはおかしいのかもわからないけれども、どうしても最終的に組織の論理、自分たちの枠組みの論理っていうのがやっぱりどうしても優先してしまうような世界であるということは残念ながら現実だというふうに思います。例えば脱原発の基本法にしても2030年までにゼロにするんだとか、いや2030年じゃダメで20年までだってことになると、もう先ほど皆さんのお話になったような、こう一般的に本当に人間としてこう今日明日、それから子どもたちの未来っていうことをどうこう克服していくのかっていう大きな大義で一致できない変な世界だと残念ながら言わざるを得ないんですよ。それが現実ですから。だけどそうは言ってもですね、例えば話はずれるかも分かりませんが、去年の12月の総選挙で、まあ、安倍さんの党が大勝利をした。だけどこれは皆さんご承知のように、自民党がじゃあ得票を2009年に比べて増やしたかっていうと増えてはいないんですよ。全く増えてはいないだのに、議席の上では今のような状況になってしまって、そしてまあ野党は野党で、さっきも言いましたけども組織の論理ということで、お互いが共通して動いていけない。今日は6時から池袋っていう、まあ池袋で豊島公会堂というところで、まあ緑の風の谷岡さんも行かれますけども、社民党、それから生活の党などなど、野党がこのままではいけないじゃないかと、自民党がこれだけ大きな力を占めてしまってるのにどうして野党が足を引っ張り合うんだっていうことで、今日集会があるんですよね。だけどそれが、まあ、集会を今日やるにしても、それが全体の大きな力になっていくかっていうと、これまた残念ながらなかなか選挙ってことになると自分の党というものが出てしまうという、もう長い長いこう日本の政党政治のマイナスの面が、皆様方のことも含めた一番大変な思いをしている人たちの課題っていうのを一緒に前に進めていくってことになってないっていう、だからこれをどうするかっていうのは私たちの責任でもあるんだけれども、やはり日常的な皆様方が本当に声を上げていただいて、まあ、批判もしていただくことも含めてやっていくしかないというふうに思うんですよ。本当にね、つまんない話でですね、例えばいい法案があるでしょ。例えば具体的に言えば、ちょっともう話は外れるんですけども、原発の話とは、免田栄さんって言って死刑判決受けて再審裁判やって無罪になった人がいる。もう30年前に無罪になってるんですよ。あるいは赤堀正夫さんっていう人は24年前に無罪になってるんですよ。でところがですね、死刑判決を受けたから、その間年金払ってないから年金がないんですよ。もう88歳84歳なのに、そんなおかしなことを克服しなければいけないということで、国の責任で年金を払って、そして今からでももう本当に時間がないんだけども、きっちりと保障しましょうという法律を今私たちは準備してるんだけども、だけどこの間自民党の方はそれを反対するんですよ。で反対してですね、でもし賛成してほしいんだったら児童ポルノ法案のポルノの単純主義を認めてくださいって、そういうなんかものすごくくだらないっていうか、バーターとして、いい法律も通らないっていうのがこのもう数年間の話なんですよ。だそういう世界なんですよ、残念ながら現実っていうのは。だからこそ本当に今野党の立場にある私たちっていうのが本当に大党で一致して頑張っていかなきゃいけないんだけども、その人たちがしっかりやるためには、今お話を出してくださった方も含めて、もっともっと強い批判で、政治家を動かすしか残念ながらないんだというふうに思うんです。もちろんそういうのを待っていればいいということではありませんから、まあ、平山さんも私などもできるところでは当然皆さんの立場で頑張っていきますけれども、だけどそういう残念な現実があるってことも
今の日本の政治の現状だということで理解をしてくれとは言いませんけれども、やはりそれが出発点だということは捉えておかなければいけない残念なことだというふうに思ってます。よろしいでしょうか。じゃあちょっとついでにこういうこと言って申し訳ないんですけど、いつもなんか国会議員さん、いつもじゃないんですが、時々ですね国会議員さんのお話を聞いてるとですね、仲間内なのに先生という言葉を使われるのは国民としてはなんかおかしいんじゃないかなってそれだけ感想を述べさせていただきます。僕はね、国会議員が先生と言わないことやっててだからうちの事務所の秘書さんもいますけども、先生なんてのは言わないで、官僚の人たちが来た時にですね、先生ってのはもうやめてくださいと、先生ってのは弁護士と医者とぐらいでいいんだということを言ったら、官僚の人たちがですね、先生と言われないと怒る人がいるっていうんですよ。だからそういうまたくだらない現場でもあるっていうことは、やはりこれは国会議員一人一人のこう意識としてね、変えていかなければいけないというふうに思ってます。今与党は自民党ですね。で去年までは民主党でした。散々私たちはいろんな院内集会をあらゆるものをやってきました。ロビー活動も散々やりました。街頭演説もやりました。全てやってきました。それで今ここに来ました。ただ2年経って何が今いいかっていうのは、こうやってネットワークが、私双葉の方の話を聞いたのは今日初めてなんです。こういう形で今福島の中で交流がだんだん深まってきつつあります。ここはいいことです。ただ国会に関しては国会議員の方に関しては、であるなら与党になっていらっしゃったとき、誰に言えば物事が動いたんですか。で現在、自民党は議員連合が子ども被災者支援法から抜けましたよね。それに対しての、何ですか、何たることだっていう動きはしていただきましたか。徹底的な攻めをしていただきましたか。そういう一つ一つを私たち市民、国民がやらなきゃいけないこの現状は国民の方はよく知っています。なので今有田さんもお話しいただいたんですけど、そういう現状だってこともちゃんと分かった上で毎回こうやって院内集会に集まってきてます。で、そこを変えていくのに最終的にどこに言えばいいかを教えてください。これ一つです。あと一つは今日双葉町ネット交付会ということで、交付会プラスこれをこの後どういう形でつながっていくのか、どういう形で声をもっともっと増やしていくのか、どういう方向性を持ってこの双葉町ネットがどこに進んでいくのかをぜひこの時間に少しでもお話し合いができたら私はすごく感謝いたします。ぜひそこにつながっていきたいと思って今日は参加してさせていただいているのでよろしくお願いしたいと思います。では最初の質問ということで両議員にお答えいただくという形でよろしいでしょうか。お答えに合うかどうか分かりませんけれども、2009年に、それまでの政治ではダメだということで、民主党政権ができました。で僕はその時議員ではありませんでしたけれども、国会に来てものすごくよく分かったことが一つある。でそれはこれまで、私たちっていうか私自身はさまざまな国家とは何かとかね、そういうことを学生時代からよく勉強してきました。で国会に来てよく分かったのは、国家ってのは大きいものではないという自覚があります。でそれはどういうことかというと、例えば総理大臣をはじめとして副大臣、政務官、そして、政府に入った人たち大体100人なんですよ。今の自民党だってそのぐらいですよ。でその人たちが気になって日本の政治を変えようとして官僚の人たちの優れた能力を引き出して、活用をして変えていくならば、僕は2009年からもう3年半以上ですか、日本はもう根本的に変えることができたと思っている。だからそういうことをやらなかった責任というのは本当に恥ずかしいことだと思ってます。でそれはどの政党で政府に入った人に聞いてもらっても分かるんだけれども、本当に100人程度なんですよ。その人たちが死に物狂いで抜本的にこの国を変えるんだと、そういうはずだったんだから、2009年の政権交代の時は皆さん方がどういう判断されたかは分かりませんけど、僕は東京の板橋11区っていうところで選挙をやって、3000票の差で小選挙区制落ちましたけども、でもその時の町の熱気っていうのはすごいものがありましたよ。本当にこれで日本の政治は変わるんだと、そういうふうに多くの人だと思ってた。
だからこそ今のような民主党の体たらくがあるんだというふうに思います。で繰り返しますけれども、本気で100人ぐらいの政治家が国を変えようと思ったら変えることができた、そういう可能性があったのが2009年だというふうに思ってるんです。で言い訳に聞こえてしまうと申し訳ないんですけれども、私のような消費税に反対したり原子力協定に反対したりするものは党の中でも本当にもう質問の機会さえ、与えられない。だからものすごく忸怩たるものがある状況の下で今に至っていて、何か力ある場に引き上げっていうか参加できないんですよ。それも現実なんです。当時は今100人動いてくださる方っていらっしゃいますか？だから政府に入って変えなければ変わらないんですよ。でだから政府に入っても要するに官僚とのセッションが必ずありますよね。そこで官僚はもう2年ごとぐらいに人事異動があるわけですよ。事務次官は別としても大臣は別としても、その中でも毎回同じことを説明するんですね、こちらが。で集まって帰ります。誰に伝えるんですか？いや、ここで聞いて帰るだけですって、その繰り返しですよ。だからね、僕はずっと十数年北朝鮮の拉致の問題やってるんですけれども、それでよく分かったことがあるのは、外交交渉だから北朝鮮とやるには外務省と外務省がやるわけですよね。だけどその外務省が動くかどうかっていうのは総理の指示なんですよ。で総理の指示がなければ動かないの官僚の体質なんですよ。だからそういう意味では本当にその政治家と官僚とがうまく回転するような努力っていうのかな、だからそういう政治にしなければ残念ながら本当に今の政治っていうのは前に向かっていかないっていうのが、それまた中から感じてることなんですけどね。自民党の要するに今の与党の中にはいないっていうことですか？そういうところは命をかけるっておかしいんですね、当たり前のことなので。そこにこう入り込んでいらっしゃっていただける。原発の問題でといえば、この間の阪神・淡路の震度6ですか、あれだってこれまでわからない活断層が動いたっていうことであるにもかかわらず、大井原発も含めて、あるいは今山口県で選挙やってますけども、上関の原発作るとかね、まあ、そういう現実ですから、原発再稼働を含めて今の自民党政治はやっていこうっていうことだから、それは自民党の人たちに、私たちは議員の立場で批判質問やりますけれども、自民党の人たちにやっぱり声を、いや逆なんですよ、酒飲みながらでもいいから腹割って人間同士話していただけませんか。そういう自民党の人間を切り替えるとかイデオロギーとかどうのこうのじゃなくて、おっしゃることはね、そういう部分の血を通わせてくれってことです。分かります。私と、まあ、少なからず全員とは言いませんけど、私と有田さんとかはですね、こうやって人で、はい、また私のやり方は、大きな団体の人はグループの人はもう院内集会はできるという体制の人は院内集会やってください。私はそういう院内集会は、まあ、あまり出ないというのはおかしいですけど半分ぐらいしか出ません。私は一つの少数の声、個人でもいいからこういうことを政府に伝えてくださいというようなことがあればお呼びして、また官僚をお呼びしてお話し合いの機会を作るというのが今私の世界です。これは分かってください。私がなぜ有田、今日最初はですね、石澤さんから平山さえ聞いてくれればいいですよって言ったんですよ。でも私はあと7月で、まあ挑戦は愛知県でしますけども、7月でお役御免、ね、賞味期限が切れてしまう。したら先ほども言った通り、町長も言われた通り、この時代に生まれて、ましてや国会議員の時に 3.11、3.12 の過酷事故にあったということを、これでは済まされないということで、私も鈴木宗男のところからお前いろんなところ移ってんだと言われますよ。でも発言の機会がなければ国会議員として働けないので、移って少しでも発言させてほしい。そして有田さんを今日お呼びしたのは、有田さんは今民主党には属されてますけども、組合とかには入ってませんので、
背後には団体もついてない、個人として動ける、僕は国会議員だと、人肌で動ける、肌で現場で動ける人間だと思うので有田さんをお呼びした。要するに私たちも酒飲んだりもちろんやってますよ、講師たち。だから子ども主催者を全党で作ったじゃないですか。今それをやらせるために官僚を毎日のように呼んで、なぜ経済産業省のページにちゃんと載せないのか、毎日やってますよ、やってるんですよ、やってるんですけども身にならないっていうのが、これは皆さんにとって、じゃあそんなもん結果が出なきゃおしまいだと言いますけども、それはもう民主主義だと言われてしまえばおしまいって我々が言われるのと同じで、しかしながら私たちは選ばれた国会議員として少しでも、要するに国として治らなくても行政として治りませんか、町としてどうにかできませんかというところまで私たちは踏み入ってやってるつもりです。しかしながら結果が出ない。ですから少しでもこういう現実をですね、また先ほどありましたけども二町ネットのですね、皆さんと、これはここに集まったのは今日1回かもしれませんけども、ネット上でみんなが参加できるというようなこともありますので、これを大きく大きく広げてですね、少しでも良識ある国会議員が動くようにした。先ほども言われた通り、一番怖いのはですね、今自由民主党に入ってきた衆議院議員がほとんど知らないんですよ、ほとんど現実を知らないんですよ。ただこんなこと言ってはこれは放送されたら困りますけどね、おかしな秘伝にだけはいっぱい入るんですよ。さっきから言いますけど、人からコンクリートへって進んだ方の秘伝が、秘伝っていうとですね、今自由民主党の若い人たち、衆議院の人たちはどっとそういう議連に入っていく。今この皆さんにやっていただくことは、私はどうでもいいですけど、民主党の暴走を防ぐことですよ。自由民主党の暴走を防ぐことですよ。もう民主党はありませんので、せめて自由民主党の暴走を防ぐためにですね、選挙は、今度の選挙はもうちょっと頭を使って、有権者の方も頭を使ってですね、でそして受かった人をですね、昨日も名古屋で市長選がありました。非常に低い投票率でした。しかし先ほどの自由民主党の例じゃないですけども、ある知事が大差をつけて受かったというようなことになってます。しかし夜テレビ見てたと、私名古屋にいて、もう結果ばかり見る若者たちもいっぱいですよ。そういう人たちが本当に投票行ってれば結果は変わったかもしれないし、違う方向かも。投票もしないのにその日の誰が受かるっていうテレビは見るという、これを根本的に変えなきゃいけないなということで、これはやっぱり選挙のですね、方法も含めて私たちも活動してまいります。私たちは日があれば反省し、そして良い方向に進もうと思う努力はしてまいりますので、一緒に今日集まった、ここに集まった皆様だけでも横につながりながら、この道を閉ざさないようにですね、早く復興にですね、福島の復興に役立てていきたいと思っています。あとこの回のネットの方はちょっと石田さんの方が、一言だけ、福山さん、有田さん、こういうところに来てくださる国会議員の方に対して、ちゃんと了解してますので、皆さんここに足を運んでくれる勇気ある国会議員の方に、もっと来ますよ。お声がけすればもっと来ますよ。今日はあまりお声がけしなかったっていうのが前提なんです。ここだけは、はい、石田さんの人、はい、今日は長い時間ありがとうございました。なかなか生の声を聞いていただける機会が少ないと思いますので、ここで生の声を聞いてくれた方たちが、これから周りの人たちに伝えてってください。で、本当の福島県の大変さを伝えてってください。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。まだ質問があれば、まだ時間5時までいいですよ。はいはい、どうぞ。はい。すみません、今の熱い話の中で、なるべくちょっと皆さん、ちょっと短めに。熱い話の中で、全然違うことなんですけども、せっかくお二人、国会議員の方いらしてくださったので、ご報告なんですけども、埼玉の場合は、
たくさんのさまざまな震災支援をネットワークでつなごうという震災支援ネットワーク埼玉 SSM という団体がございます。で、私のカフェもそちらの皆さんでお手伝いいただいて運営が何とか成り立っているという部分もあります。それでですね、もうすでにご報告が出ているかどうかは分かりませんが、そちらの方で、ね、今日また資料を移ってお渡しするべきなんですけども、申し訳ございません、ネットでちょっと見ていただければと思います。震災支援ネットワーク、はい、震災支援ネットワーク埼玉です。で、そちらでですね、年明けの2月に避難者、原発避難者以外含めて震災と自主避難等で避難されている方の埼玉県内の数を埼玉県内の各自治体に、調査しました。全体で6770名です。ところがですね、復興庁の報告では、ごめんなさいね、3000人ちょっとなんですね。3000人以上も差があるんです。これなんでかっていうと、見ているデータが違うのではないかということになってます。で、加須市においてはですね、836名の避難者がいますが、よくよく見ると、私周りの加須市の方に、あそこに岩手の人がいるんだよって言うんですけど、聞くんですけど、岩手ゼロになってるんですね。だからまだまだ避難者って届けてない方でかなりの数がいる。これは孤立化のこれからますます進むので問題ではないかっていうので、SSN の皆さんも私たちもかなりこの孤立化っていうのを問題視しています。それから同じ SSN の団体さんで早稲田大学さんと、もう震災の年にいろんな調査をしました、アンケートしました。その中で PTSD の割合が7割、避難者の中で7割、これ阪神淡路、新潟中越地震の時の割合に比べればかなりの数で多いと。しかもその7割重症から重症軽症といろいろ振り分けましたが、今後重症化するであろう方が割合的に多すぎる。で、震災から2年、これからどんどんそういう悪化していく方が出てくるから、これもなんとか食い止めてケアをしていかなきゃならないんではないかっていうのがかなりの大きな課題になっています。それから双葉町民として、福島県で災害復興住宅とりあえず県内に建てました、数百戸。これ自治体関係なくとにかく入ればいいでしょうなんですね。富岡町、大熊町、双葉町関係なく突っ込めばいいでしょう。これコミュニティズタズタなのか、もっとズタズタになっちゃいます。もう頭ごなしにとにかく人突っ込めばいいっていう話ではないんですね。私たちまだそこまで整理できてないんです。これやっぱり県だけに任しといていいのかなって。全体日本全国に避難者いるんですから、国もやっぱり主導になってやっていただかないと、県だけではとてもじゃないと持たないと思います。ぜひ参考にしていただいて、今後のご活躍をお祈り申し上げております。ありがとうございます。先ほどですね、こちらの活動家の方、活動されている方が、双葉町ネットを今後どのようにしていくかということで、実はこの井戸川前町長がお配りいたしましたチェルノブイリ号ですね。チェルノブイリ号が、1986年に事故が起きて、チェルノブイリ号が制定されています。1991年、5年かかったんです。その過程ではステップでは、リクビダート、要するに現場に行って大量被爆した人たちの自分たちの人権を守るための運動から、いろいろこう、運動、ロビー活動があってですね、で、いろんな団体が最終的に結集してチェルノブイリ号につながっているわけです。ですから私のもう永遠に帰れない、双葉町神跡の近所の石田さんが、双葉町ネットの主催ですから、ある程度のところまで行ったらできるだけ、他の団体の方と協調しながら、もちろんロビー活動ですね、しながら、まあ今2年ちょっとですから、チェルノブイリ号まで5年かかってますから、長い目でいろんな活動の方たちと大同団結して、日本でも我々または日本国民の人権を守れるような
もちろん福島県民はじめですね、そういう法律制定に至ればと思っております。ですからこの方は非常に重要なことをおっしゃったということで、期待しております。以上です。稲村と申します。先ほどはどうも失礼いたしました。まず今日こちらにいらっしゃっている現場で命をかけて働きながらいろんなことを告白してくださった小野田さんには敬意と感謝を表しております。宇沼さん、すいません、一つ質問があるんですが、よくネットや何かで原発の被災者の方々は月々10万円という2万円をもらいながら仕事もないから朝から酒飲んでるとかパチンコをやってるとかっていうような誹謗中傷というか、実際そういうことが書かれたりなんかして、一方でその被災後の方にもそういったお金が回りながら一番難航してるんじゃないかなっていうような、実際そういった金銭的なその風評といいますか、本当なのかどうかは私もわからない状況なんですが、その辺がまず一つということと、あとどなたでもいいですが、福島の医療実態といいますか、医師会といいますか、その辺の今福島の人々を守る、子どもたちを守るお医者さんの世界の実態というのは実際にどうなのかという部分で、どなたかご存知あれば一言言っていただければ、その2点だけよろしくお願いします。ガタガタですね。まず1点目なんですけども、精神的賠償なんですね。月10万円というのはこれ中間指針で決めたことで、中間指針では最低金額なんですが、いつの間にか当面の直接賠償では最高金額に、いつの間にかどうなったのか最高金額になっているという金額なんですが、よく皆さんに言われるのは、自動的にこの10万円というのが通常に入ってくる、いいお小遣いだよねっていう方がいます。自動的に入りません。請求しなければ入りません。なので私は一銭も未だにもらっていない人です。一人です。っていうのが実際です。それからパチンコ三昧してる、酒飲んでるっていうのは、実際には本当にお酒の量増えちゃってどうしようもないとか、精神的にっていう方もいらっしゃいますし、この中でもいらっしゃると思うんですけど、たまに休みの日パチンコ行く方いますよね。そういう方が毎日行ってる方ってそんなに私あんまりいないんですね。例えばこの集団の中の人が週に1回ずつ1人ずつ行って、この人たちが全員双葉の人だったら、みんな双葉町民を毎日立ち行ってるって言われたのも現実にあります。あと単純なこと言えば、直接請求でドンとお金をもらうと、なんだろうな、精神的になんかにわかなりきの気持ちになっちゃって、ドーンって使って気づいたらお金がなかったなんていう人も実際にいらっしゃいます。よく言う宝くじ当たるとその後3倍の借金するぞっていうのと同じで、お金のパワーって怖いなっていつも思うんですけど、そういうところっていうのはケアができてないなっていうのも思いはありますし、堅実な方はそういうお金をきちんと貯めて、将来の次の住処のために貯めておこうっていう方もいらっしゃいます。実際に財物を計算すると30年も40年も住んだ家っていくらにもならないんですね。固定資産税の計算書でいつの間にある計算したやつだと、うち100万にもなんねんだよ、どうやって家建てたよっていう方たくさんいます。なので確かに一部には100人もいる、200人もそれましてや2万人も集まれば、たまにはご近所でも困った人っているじゃないですか、一人や二人。そういう人が悪目立ちしちゃって、なんか知らないけどいつの間にか双葉町民全員っていう感じになっちゃってるっていうのは現実的にあります。これで大丈夫でしょうか。ありがとうございました。はい、すいません。お時間の方なんですけれども、50分、今ですね、先ほど田村長官の田村さんにもお出になりましたので、あとお一人、はい、これいただいてまして、50分から、田村さんと、プロデューサーの橋本様にお話をいただいて、で最後に一度、この方にですね、一言お話しいただいて、終了とさせていただければと思います。では、お一人、はい。先生、今日貴重なお話ありがとうございました。IPPN ダウンの鳥と申します。IPPNW は放射能の危険性を伝える団体で、今83カ国25万人、
ノーベル平和賞受賞団体ですが、最初の設立委員会がアメリカに頂かれた時には武装警官が1週間おりました。で、皆さんご存知ですが、いくつか情報を共有したいとしてお伝えいたします。それは ICRP の元委員長である R. クラーク氏は、許容できる放射線のレベルは 0.01 から0.03、リシーベルトパーイヤー、つまり、先ほど町長、元町長がおっしゃられたバズビーさんのさらに10分の1を ICRP の元委員長は、無視できるレベルというふうに言っています。それから、衆議院の超党派の調査官が持ち帰ったチェルノブイリの長い影という資料が衆議院のホームページで見ることができます。その中に放射線の精神的影響について書かれております。さらに、IPPNW ドイツ報告でも放射線物質の直接的な精神への影響が書かれています。これご存知のようにバンダジェフスキー報告にも放射線物質の直接的な影響が書かれています。放射能を心配するから病気になるんだというようなことを述べるかと思いますが、それは放射線によって心身を病んだか、例えばリブバットの場合は8割の方がそういう事態になったわけですけれども、それを他の疾患と合併するのをいいことにして原因と結果を裏返しにしているというふうに私たちは考えます。で、事故に現場で当たっている方に対して私たちは最も心配をしております。今日はどうもありがとうございました。ドキュメンタリージャパンの橋本よしこプロデューサーでございます。一言ずつお話しいただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ簡単に今日見ていただけませんでしたけど、その加須の、避難所をずっと映した映画のプロデューサーの橋本でございます。映画はまだいろんなところでやっておりますし、今日もお話聞いていて、私たち映画というツールを持ってますので、その映画を見ると皆さん、こんなことがあるとは知らなかったとか、今まだ避難所にいるってことも知らない方も大勢いますので、少しでも一体それで何が起きたのかを、広めるためにもこの映画を使っていきたいというふうに思っています。で、映画の後は必ずこのような、話し合いの場を設けてますので、こういうところで少しでもつながりの一環で映画を役立てていただければというふうに思っていますの で、そのために私たちも、全国を、2人で回っていこうと思っています、その時にまたいろんなお力やつながりをお借りすると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。今日本当に貴重なお話ありがとうございました。はい、今日すいません、編集作業をやっておりまして、今到着しまして、本当に貴重なお話を伺いたかったんですが、実はユーストリームという文明の利器がありまして、仕事をしながら横でつけておりました。はい、で、自分自身ちょっと、失礼ながら今来るという形だったんですが、何点かかいつまんで申し上げたいと思います。で、この映画はご覧になって、もうすでにご覧になったというか方々はどれくらいいらっしゃいますでしょうか。あ、じゃあ結構いらっしゃるんですね。はい、でですね、とても大切なことはですね、この双葉町、双葉郡に、まつわるこの避難状況に関してですね、東京で一方で脱原発の動きっていうのが一部勢力、大きな勢力になって、毎週金曜日官邸前でデモされたりしてるんですけれども、よ、僕がこう両方東京とあと福島あと被災高校と、避難所、いろいろ往復して感じることはですね、脱原発と福島救済が二極化することが時々あるんですね。
どれだけだ、原子力発電の原発を持つということが非経済的であるかとか非人道的であるかという論、ロジックと、それと今まさに避難されている福島から、16万人の方々が避難されてますが、そういう方々の、救済を求めること、これは表裏一体でなければいけないと思うんですけれども、原子力っていうのはこれが見合う我々の、日本に見合う利器なのかどうかっていうことはまさしく福島の今の現状を見たら明らかなわけですから、その脱原発と福島救済っていうことは脱原発というと色がつくかもしれないんですけれども、最低限原子力について、ちゃんと考えるということと、福島救済っていうのは合わせてセットで語られるべきなんですね。これ皆さんここにいらっしゃる方は多くの方はお分かりだと思うんですが、現状として福島市で、脱原発の集会があると、地元の福島の方が集まられないということを僕何度も目にしております。それは日々の避難生活があるとそれどころじゃないという方がたくさんいらっしゃいますし、あと、自民にたくさん票が集まっております福島県で、前の総選挙もそうでした。で、双葉町で僕取材しておりまして、で実際に本当に親しくさせていただいている何人かの方がどうだのって言ったら、いやもう小粒に入れても仕方ないっしょって言われて、だから自民に入れたと。だけど全部ひっくり返すと、そもそも原発を導入したというのは自民なわけですよね。自民党政権がやってきたと。それでこの民主党がたまたまその時に政権にあったから菅直となり、さまざまなその時にいた野田首相なりが、いろいろ批判を浴びたというのがあるんですが、そもそもこの地方に犠牲を強いる、原発のシステムというのは自民政権が、作り上げてきたものなので、このロジックをなんとかひっくり返さなければいけないのではないかと僕は思っております。またこういった上映の機会があった時にいろいろ顔を出そうと思っておりますので、皆さん、よろしくお願いします。あと最後に一つどうしても言いたかったんですけど、これは井戸川町長とも一度お話ししたことがあるんですが、また他の場で絶対、取り上げなければいけないことの一つの大きなテーマが、時間軸方向の被害の見積もりなんですね。国は最低事故から6年は、帰れないという言い方をしています。じゃあ何年帰れないのっていうと言いません。でそれ以上はどうなるかというのは誰も、プランを立てれない、日本中誰も立てれるわけです。だけれどその時間が経っていくことで皆さんどんどん疲弊していくわけですよね。これどうやっていくかって。でここにあるのはですね、欧米とかフランスとかで僕もいろいろアメリカ住んでたことがあって、そういう公害訴訟とかそういうのを目にして話聞いてますとね、被害者と加害者に時間軸方向で、同じように、お金のチャージがいくようにするんですよ。時間が経てば経つほど、加害者の方にもね首が絞まってくるんですよ。だからこれ例えばそれは、警戒区域の中で土地やそこの作って建ってる建物に家賃を請求していくとかですね、という考え方になるんですよ。これちょっと込み入っていくとまたどんどん話長くなって、僕も弁護士さんと今話してるんですがなかなか難しいんですけども、毎月毎月チャリンチャリンとチャージがいくことになると、東電も国もそれを揉めたら揉めるほど彼らの首が絞まってくるわけです。だけど今水俣病の訴訟でもそうですけども、時間が経てば経つほど、訴えてる被害者の方は首がどんどん絞まって疲弊して兵糧攻めで疲れてひっちゃって疲弊していきます。で国と企業は痛くも痒くもない。加害者と被害者で時間軸方法で被害を見積もるっていうのが圧倒的に不公平なんです。これを平等化していくっていうことの、ロジックをちょっと考えていかなきゃいけないなっていうのが、僕ちょっと今いろいろなところで取材してて感じていることです。また皆さんと議論共有させてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お席を、はい、では、時間も迫ってまいりました。最後にですね、両議員、あとは井戸川前町長、そして今ちょっと石澤さん、主催者の石澤さんなんですが、体調ちょっと悪いということで、今そこの私のところに休まれております。なので小野田さんにもお話をいただいて、終了していと思います。では、
山議員の方から一言ずつお願いします。すいません、石澤さんちょっと気分悪いので、じゃあ立ち上がる先に、今日は無理やりですね、有田さんを誘ったのは本当に後に議員を残していこうという、リングの連鎖のようにしようという、その他の議員もですね、声かけるのがたくさん来ます。今日はでもちゃんと聞いてやろうねって有田さんと話しましたので、議員の数は少なくなりました。ちょっと数の先生ちょっと上がってます。先ほど言ったのはですね、これ除染関係のガイドラインって言って、23年の12月に第1版というのを出したんです。ここにちゃんと書いてありましたね。なお自宅学校の敷地内で行われる現場保管については、囲いや掲示板についての特段の処置は不要って書いてある。これおかしいですよって言って、これ三大臣言ったんですが、これはまた私長くなりますけど、25日の、11時22分から37分まで15分もありますから、この進捗状況はどうなったのかということで、これ聞きますので、4月25日、はい、また今日石澤さんとか皆さん残っていただいてですね、あと質問をどうすればいいかという先ほどの料金の話もですね、この15分間は私は皆さんのために開放して、私は皆さんの声を届けます、そのように思いますので、今後とも知恵はありませんが声は大きいので、皆さんの情報をいただいたりですね、勉強会にも私も参加させていただきますようよろしくお願いします。本日は長い間ありがとうございました。あとですね、皆さんこれはあと言ってます、あと7月の26日は選挙はだいたい7月4日に告示されますので、それまではこういう会議室無料ですから私を使ってください。皆さんの会合がありました、僕皆さんに言ってるんですよ、いつも国会の近くで会合するよりはここで会合した方がいいですよ、ただですから、機会も使えますから。私いつも言っていただければ、議員が申し込めば、それは空いてる時ですよ、空いてればですけど、いつでもいろんなグループの皆さん、私にご連絡してですね、会議場はまだ100人も入れると、1000人も入れるところもありますから、それも無料ですから、いつでも使ってください。ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。私のモットーは現場主義と、それから調査なくして発言権なしということで、日頃、相馬市とかいろんなところ行ってきたんですが、こうやって直接皆様方のお話を伺いたったのは、今後の国会での質問追及などに必ず生かさせていただきます。で、一方でですね、先ほどもちらっとお話をいたしましたが、今月の28日投票で山口県の参議院選挙の補選があります。原発が争点になっております。世論調査をやれば 55% の人たちが上関原発は作る必要ないと言っているにもかかわらず、それに賛成する人がどうやらなかなか難しい選挙戦になっていて、原発推進の人がこのままでいくと当選するという、そういう日本の現実があること自体をも長い目では変えていかなければいけないという思いで、これからも努力をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。先ほどはちょっと強い口調でありました、お二人にあえて申し上げたわけでなくて、国としての仕事としてですね、全員に聞いていただきたかった言葉でございます。わざわざ今日こうしていただいて、今日動いていただいたことは、我々のことを思っていただいているということは十分心には留めておりますので、どうも今日はありがとうございます。さて、除染のガイドライン出ましたけども、小野さんにちょっとお願いあるんですが、私はなぜ双葉町民を遠くに、話したかっていうのは、後継者、それぞれの家系の継承を図るために、後継者の DNA を健康に健全に保つためなんですよ。好き好んで遠くに来たわけじゃなくて、町を守るということは、町の構成員である 大切な町民の皆さんの健康を守るためだったんですね。だからその議論が深まらない中で、なんかいわきに役場を持ってくるなっていう議会の方 の意見でこうなっちゃってますけど、本来であればですね、やっぱり選ばれし者は、選んでくれた人たちの生命財産っていうのは、誰よりもそのために働くべきだと思ってますので、お願いですから、除染作業で
非常に私危険だと思って見てるのは、あの動作の中で危険だと思ってるのは、ちょっと前から話しますけど、こう集めて手作業でやってる現場ですね、こう集めてここに持ってきたんですよ。人間の筋肉上こう持ってきたんですね。それから袋に入れるんです。昨日おとといも見てきましたけど、袋に入れた時にまたこうやって押すんですね。だからより高く集めて線量を高くして自分のところに持ってきて、それを袋に入れて袋の高いところにこう体を寄せてこう押すんですよね。だからこの作業動作っていうのをよく見られてですね、自分は線量計があるからいいとかじゃなくて、その作業の中でどのぐらい線量を浴びてるのかっていうのを自己管理をしていかないと、そのまあさっき松井さん言ったように、その収束作業に当たった方のウクライナの、まあ、出生率が今こう下がってきてるわけですね。だからやっぱりその何が大切かっていうことを十分踏まえて、町民として当たっていただきたい、よくよく理解してやっていただきたい。そして時間軸っていうか、もう長期スパンです。私たちはもう長い時間の戦いですから、その中でやはり一人でも悲劇ような方、ね、悲劇を生むようなことは私は望んでませんので、まあ、町長を辞めてもこれからもやはりそういう意味では活躍の場があれば、どんどんと町民の皆さんの役に立っていきたいと、そんなふうに思ってますから、ぜひ大切にしてください。お願いします。皆さん守ってください。ありがとうございました。それでは、最後にですね、小野田さんの方に一言いただければと思います。で、小野田さんをご紹介する前に、石澤さんなんですけれども、以前原発の作業員をされていたということで、非常に、まあ、その後被爆による体調不良ということでずっと調子が悪いという話もずっと私 Facebook でお伺いしております。で、今ですね、こちらの方もご許可いただいたということでお話しさせていただきますけれども、小野田さんの弟様もですね、実際仮設住宅で、お命を落とされたという経験をお持ちです。今日お話をされてなかったんですけど、私朝にお伺いしまして、それはぜひですね、小野田さんの方にもお話をいただきたいと思いまして、最後にですね、一言お話しいただければと思います。小野田さん、すいません、申し訳ないです。よろしくお願いします。すいません、まあ、ちょっと Facebook を見てらっしゃる方は僕の投稿を見ていただいたと思うんですが、4月の、まあ、初旬ですね、そこにいる、まあ、義理の姉宇沼と前なんですけど、まあ連絡もらって、まあ、女性の仕事のちょうど昼休みだったんですかね、それで電話もらって、でそのまま職長に連絡を入れてちょっと返してほしいと。で郡山の方に甥っ子が迎えに福島まで迎えに来て、郡山に一緒に行って、でまあ、真っすぐ警察署の方に行って、でやっぱり会えなかったんですけど、最初はただその部屋の中の様子とか見て、まあ弟間違いないかなと思って、最後霊安室で本当は会わせてはくれないんですけど、司法解剖を入れるという感じなので、変死という形なので、その時にもうこの辺見えた時にも弟だって分かってしまって、本当 Facebook の中でみんなにあったかい言葉いっぱいもらって、やっぱり人になりたくないです、今でも考えちゃうんで。葬儀の時はね、涙流さなかったんですけどね、やっぱりちょっと来ますね。で僕はなんで女性の仕事を始めたかっていう話もそうなんですけど、弟本当は誘っていたんですよ、一緒にやらないかって。で僕大阪で、まあ、先ほど偏見あるって言ってましたけど、僕関西浜鳥交流会っていう社団法人の一員でもあります。関西に被災して避難してこられた方のお世話をする団体です。完全なボランティアで、でそこでね、そういう人たちのお世話をしてたんですけど、どうしてもそれが自分のふるさとへの恩返しが全然感じれなくてですね、浪江焼きそば作ったり、いろんなとこみんなで行って新年会やったりとか、いろんな企画を出してやってたんですけど、それでもやっぱりなんかふるさとに対しての恩返しができないような気がして、それで除染という道を選んで今福島に戻ってきたんですけど、その時にまあ弟もいたので、弟を誘って一緒にやろうと思ってずっと連絡したんですけど、連絡がつかなくて、そしたらある日突然そんな話にもなってしまって、だからそうですね、弟が大好きで大好きで仕方なかった福島を
一生懸命なんか自分の力がちっちゃいですけど、皆さんの力をお借りしてなんかやっていきたいっていう気持ちだけでこれからもずっとやっていくので、本当皆さんよろしくお願いします。では、お時間ちょっと過ぎてしまいましたけれども、本日の、双子町で報告会を終わりにしたいと思います。これからもまた、両議員のご協力もですね、いただいて、どんどんつながっていければと思いますので、皆さんよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。どうしてもでも本当に一応お礼を言うと思ってたんですよ。いつのタイミングでお礼言おうかと思ってた。いやもうありがとうございます。引き続きやりましょう。はい、ちょっとごめんなさい、ずっとありがとうございます。私はやってました。僕もイベント会社やってたんですよ。あ、そうですか。だから田中康夫と知り合い。あ、どうぞどうぞどうぞ。初めまして、ベイジージャパンのボランティアと初回裁判の会に入っている鶴田と申します。初めまして。お名刺をいただいてもいいでしょうか。あ、そうですか。さっき半貝さんに文田さんにお名刺をいただいたらって、でちょっとデイズでももしかしたらそういう女性の問題編集の方にもつなげたいと思っているんですけれども、じゃあまた何かありましたら地鉄線をたどってご連絡くださいね。はいはい、すみません、通行証なんですけれども、古い通行証なんですけれども、入ってきたときに、見ていただいて、作りとか、グーグルアドの返事を、そうですね、もしよろしかったら、これご覧になってください。これで代わりに、取ったらしいんで、私たちの感じと、お困りの方も、いろいろしてる人間なんで、横浜を受けてやっております。ちょっと双葉ネットさんの概要について伺いたいんですけど、発足がいつになりますか。発足はですね、おそらくまだまだ今年の、はい、さっきつい最近って分かる、はい、3月ぐらいだったと思います、はい、で私ももうFacebook でつながっている、私の妻はもともと石澤さんと何かやり取りをしていく中で、ご紹介いただいて始まったんですね。概要としてはどういう方々で構成されていて、どういう活動されているんですか。基本的には双葉町の出身というか、関連のある方を中心に、石田さんを中心に集められていると思うんですけど、はい、私もFacebook 上でいろんなコミュニティ、ネットリックのコミュニティを作っているので、はい、その方々なんかもお呼びをして、はい、夢にやっているという状況です。ちょっと失礼します。はい、まだ心臓の動きが早い。今新潟日報の方の話を双葉町ネットについて、まあ、もし会長がちょっとそうですよね、すいません、またもしあれだったら、Facebook やられてます。やってないですか。そしたらじゃあ、本当に石田さんが調子が悪いんで、ちょっと時間見つけてまた例えば別に今日例えばお話しどんな内容であれば、内容によってはお話しするんで、僕も分からないです。はい、すごいね、本当リアルでね、聞いてるね、もう何も言えないね。でもね、営業がね、人がいたもんですね。
ネットなんかに載ったんで、次にはその話とか。そうですね。そうですよ。1年間。はい、やめるのね。ベーシックバットでいろんな人が。はいはい。だと言いながら。